すようにしてから一緒に走ったことない。本当もう 3,4 回走ったわ。今日、あ、今日来れんのだ。なんか11日来れたら行くって言ったんかな。あ、なんか連絡係があのあいつなんで、ちょっと僕はようわからんの。で今日もあの73ホロの人が一人来るんで、あいつから、あいつが言って誰かな思ったら、あなんだ名前言えよみたいな。ホロって言ってもらえて、ボロって言われた。ボロの基準がこれこれこれ、あのドム顔のドムみたいな。言われるからそこは。もうええ加減これ起動や。あのしまいにはドムドムと名付けるよこれ。もう切らんこれドム。切らいと錆びてる。あでもなんかちょっとこの間完全にドムだったのがちょっとまっすぐなっとる。なんか広角機動隊に出てくるなんか変な下の、ガードレールにチル引っ掛けて畳みながら引っ張るセルフ板金。ああ板金しやすいもんね。でも熱暑い時になったら、うん、なんか盛り上がってくる。あいつ今日絶対なんかやるやろうな思って今日来とんねんけどね。あのエアコン効かんから、クーラーが効かんからリアのガラス外したんだけど、外した方が良かったね。早よ、あ風が抜けるから抜けるからね、うん、あれあの助手席の窓ガラスあかんからもう運転席の窓ガラスしかあかんからね。暑いほんま中が。平田の親分のクーラー壊れて座骨神経痛で今日参加できました。なんじゃそりゃ。クーラー壊れたんだ。あほんま、まあ、クーラー壊れたけど僕のあれエアが抜け取るだけなんで、エアじゃねえわ。さあ繊細に操作しようや甲子君。正しい CV の割り方。それあなたが教えた。わしはまだあの車で一回も通ったことないよ。あ CV の割り方ではなくて折り方だもんな、あなたの場合。しかもなんかこっそりと折っとるから。いつおったよ、分からんよ。下りの多分下りやろうな。ハンドルが切れんかった。普段いけれんで空転するところがいけてしまうタイヤだから、なんか今日こそやりそうやな。ポキッと、まあ、その時あの CV 抜かす作業は全部あいつにやらせて。ガンガン回す方じゃないから、まあ、回したら僕はもう激怒するんだね。ごらあと末切り。外径850超えた。